を巡っての攻防、4番の小畑も追い上げていきました。三者並走になって最終周回です。あんこになったのは7番の田村光明。田村光明は今度へ 外へ持ち出しました。2コーナーからバックです。ここでペースを上げて1番の滝本康之、サイドマークか7番の田村光明、あるいはインコース4番の小畑幸人、3番の坂田は交代です。3コーナーカーブでマークは7番の田村光明、守りきっています。2番の梶原が3番手に切り替えて4コーナーから直線です。しかし2着争いはどうか。1番の滝本押し切り体制、2着は2番の梶原浮上だ。いやもう今日はもう坂ちゃんのおかげですね、はい、もう前々に強気に勝負してくれた結果なんで、はい、ただボール戦で、ね、竹本選手の後ろもちょっとちぎれかけていて、 あそこで入り込む感じ、まあ、そうですね。もうでも必死のパッチでした。何度か明日も頑張ります。そうですね、はい、ああいう展開慣れてないんで、うん、どこで行けばいいのかなと。とりあえず4番が上がってきちゃったんで、ここでかけたら田村さんにお目がかけるなと思ったんで、とりあえず追い上げを待とうと思って、で、追い上げられて行けって言われたんですけど、ちょっとワンテンポ遅れちゃって、もう頭がもう誰が誰かごちゃごちゃしちゃって。ただこう7番が前取ったんですかね。そうですね、その時になんか飛びつきみたいな、そういう、いやもう本当にそれを警戒して早めに切ろうってあれだったんで、けどまあもっと思い切っていけばよかったですね。